次はゲティ美術館での日本の写真展です。どうぞ。 J. ポール・ゲティ美術館でジャパンズ・モダン・ディバイドと題された写真展が開かれています。第二次世界大戦前後に活躍した写真家浜谷浩と山本勘助の作品200点以上が展示されています。20世紀の日本写真界を代表する2人は対照的な道を歩みました。浜谷は日本海側で農村に生活する人々の日常生活、伝統と習慣をリアリスティックに記録しました。田植えや稲刈りなどの過酷な労働風景や正月の儀式など日本独特の伝統を継承することに重要性を見出しました。一方、山本はヨーロッパのシュルレアリスムから影響を受け、日本のアバンギャルド写真運動の中心人物となりました。開戦後は国家権力による言論、思想弾圧について描いた作品も発表しています。山本の代表作、漂流記、跳ねる水の写真上に頭が船のマネキンを貼り付けたコラージュです。So I think a lot of Yamamoto's work is about mystery and chance and questions that don't have answers. この日のメディアツアーには日本から息子の山本俊夫さんも参加しました。山本の作品はこれまで一部の人しか知られていなかったんですが、それをゲティミュージアムで発表できるということは非常に光栄に存じます。うちの父は社会が彼をどのように見ようとほとんど気にしないでマイペースで作品を作っていましたので、それが死んでからまとまってまさか取り上げられるとは思っていなかったんじゃないでしょうかね。ゲティ美術館はこの6年間日本の写真をコレクションに積極的に加えてきました。展示は8月25日まで、詳しくはJ. ポール・ゲティ美術館のウェブサイトをご覧ください。この2人の作品はアメリカではほとんど公開されたことがなく、非常に貴重な展示だということです。以上、ニュースでした。